こんにちは日本語教師のゆきえです今日は N2 の文法「貝がある」「害がある」を勉強しましょう最後に練習問題もあるので最後まで見てくださいそれでは始めますまずは「いがある」 この男の子は一生懸命逆上がりの練習をしています。その結果、上手にできるようになりました。一生懸命逆上がりの練習をして、その結果、上手にできるようになりました。一生懸命 逆上がりを練習した甲斐があってできるようになりました。一生懸命逆上がりを練習した甲斐があってできるようになりました。クリスマスなのに仕事かつらいな。クリスマスに夜遅くまで働いてくれたから。 ボーナスをあげましょう。やったークリスマスに働いた甲斐があるよクリスマスマに働いた甲斐があるよ。では、接続の確認をします。動詞の辞書形。動詞の多形。 名詞の「かいがある」です。意味はそれをして良い結果になった。自分が頑張ったことに対して使うことが多い。それをする価値があるという時に使います。 過去のことに使う場合は、〜何々したかいがある〜何々するかいがあった〜何々したかいがあったこの3つを使うことができます。どれも意味は同じですが、したかいがある、したかいがあった これをよく使います。好きです。付き合ってください。はい。よろしくお願いします。よかった。勇気を出した甲斐があるよ。勇気を出した甲斐があるよ。 ここはパーソナルトレーニングジムです。入会金30万円。毎月10万円かかります。とても高いジムですね。でも、頑張ったから痩せました。高いお金を払ってパーソナルトレーニングジムに行きましたから、 痩せました。高いお金を払う買いがあったよ。高いお金を。高いお金を払う買いがあったよ。治療の買があって、病気が治った。治療の買いがあって、病気が治った。 一生懸命練習をして優勝をしました。練習の会があったな。練習の会があったな。会話の時には、会があるのがを言わないことが多いです。例えば、 私、料理教室に通おうと思っているの。いいね。将来のためにも行く会あると思うよ。将来のためにも行く会あると思うよ。このプロジェクト、難しそうですよね。難しいと思うけど、 やる会あると思うよ。難しいと思うけど、やる会あると思うよ。次は、会があるの否定です。ネガティブです。頑張って勉強したけど、合格できませんでした。不合格でした。 頑張って勉強した甲斐もなく不合格だった。すみません。納期に間に合いませんでした。毎日残業して頑張ってたじゃないか。残業の甲斐なかったな。 残業の会なかったな。否定の場合も甲斐がないのかを言わないことが多いです。温泉に行ったんでしょ？どうだった？入りたかった。温泉宿が休業で結局は入れなかったの？行ったかいなかったね。 行ったかいなかったね。では次は害が,があるです。料理をします。夫が美味しそうに食べてくれます。料理の作り甲斐がある。料理の作り甲斐がある。 いがあるは動詞のマス形です。意味はそれをする価値があるこの意味だけです。この子は勉強を教えると復習をして次の授業では完璧に理解してくる。この子は勉強を教えると 復習をして次の授業では完璧に理解してくる。勉強の教えがいがある。勉強の教えがいがいあるそんなに喜んでくれるなんてプレゼントのしがいがあるよ。そんなに喜んでくれるなんて プレゼントのしがいがあるよ。大変だけど、お客さんが喜んでくれるし、やりがいがある仕事だな。大変だけど、お客さんが喜んでくれるし、やりがいがある仕事だな。私たちの生きがいは。 孫とと遊ぶことです私たちの生きがいは孫と遊ぶことです。では、害があるの否定、ネガティブです。息子は好き嫌いが多くて、料理を作っても食べないことが多い。 料理の作りくががりがいがない。話聞いて昨日友達と買い物に行ったの。うんそしたら芸能人がいたんだよ。しかもすごく有名な人。えー この人、話しがいなくて嫌だ。この人、話しがいなくて嫌だ。害がある、害がない。これも、話すときには、害ある、害ないという言い方もできます。それでは、練習をしてみましょう。 何かいがあって、就職することができた。何かいがあって、彼女に喜んでもらえた。大好きなお酒をやめたかいがあって、何々勉強のかいがあって、何々練習をしたい人は、ここで一回止めて練習をしてみてください。 それでは答えの例を見てみましょう。一つ目。その会社について詳しく調べた会があって就職することができた。その会社について詳しく調べた会があって就職することができた。頑張って就職活動をした会があって就職することができた。 でもいいです2つ目「高い金を払ってプレゼントしたかいがあって彼女に喜んでもらえた」「高い金を払ってプレゼントしたかいがあって彼女に喜んでもらえた」「3つ目大好きなお酒をやめたかいがあって以前より健康になった」 大好きなお酒をやめた甲斐があって、以前より健康になった。勉強の甲斐があって、大学に合格できた。次です。次は、甲斐もなくです。何々甲斐もなく。 会社が倒産した何々買いもなく犬の病気が治らない。一生懸命掃除した買いもなく何々高い金をかけた買いもなく何々では答えの例を見てみましょう。いろいろ頑張った買いもなく会社が倒産した。 いろいろ頑張った。かいもなく、会社が倒産した。手術のかいもなく、犬の病気が治らない。手術のかいもなく、犬の病気が治らない。一生懸命掃除したかいもなく。子供がどんどん部屋を汚くする。 一生懸命掃除した甲いもなく、子供がどんどん部屋を汚くする。高い金をかけた甲斐もなく、整形に失敗した。高い金をかけたいもなく、整形に失敗した。次です。 次は害害ががあって害がないですこの映画は〜何々害があって面白い。部下は教えても同じ失敗を繰り返すので〜何々害がない。私の生きがいは〜何々この会社は〜何々ので働きがいがない。 それでは答えの例を見てみますこの映画は見がいがあって面白い部下は教えても同じ失敗を繰り返すので育てがいがない部下は教えても同じ失敗を繰り返すので 育てがいがない私の生きがいは旦那と幸せに暮らすことです私の生きがいは旦那と幸せに暮らすことですこの会社は頑張っても給料が上がらないので働きがいがないこの会社は頑張っても 給料が上ががが上らなないいい。ので、でで働きがいがない練習問題はこれで終わりです。もし他に例文を作ってみたらコメント欄に書いてみてください。見たら直してまた送ります。ありがとうございました。もしよければチャンネル登録をお願いします。